本日は釣りフェスティバル2024にご来場いただき誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。ただいまこちらのキャスティングコーナーにおきましてデモンストレーター村爪さんによりますキャックライブを行ってまいります。なお観球場およびご観覧につきましては指示に従っていただき最後までお楽しみいただけますようお願い申し上げます。それでは早速今回のデモンストレーターをご紹介いたします。バスフィッシングやソルトルアーフィッシング、トラウトフィッシングなどありとあらゆるルアーフィッシングにおけるレジェンド的存在、全世界でキャスティングデモンストレーターとしても活躍している持ち前のフロンティアスピリットで国内外のフィールドを巨大魚相手に釣り歩き、既存の枠にとらわれない自由な発想でルアーフィッシングを探求する夢追い人、村田はじめさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本当に偉い人じゃありません。自給屋の親父でございます、うちの店に来たことがある方はですね、村田はじめってネタ押ししてるの？そう、品物もですね、全部、あの店に並べてる商品はですね、ここにない、ここにないっていうのは数ペイで 100% 私が決めておりますね。そんなこんなでありますけども、本日はですね、高いお金を払って帰ってきた皆様、今からの時間であれば普通の方もね入れるというところでございます。本来はですね、これ業者に、昔はですね、これあの流通センターというところだったんですよ、そこから晴海に行き、赤羽メッセージに行き、東京ビッグサイドに行き、そして今ここでございます、ちなみにあのフィッシングショーと呼ばれる最初は釣りの日本一って言ったんですよ。僕が初めて行ったのはですね、今なんと50年ほど前でございます。生まれてねえわ、そんな感じですね。50年ほど前です。俺は親父に連れられてですね、釣りの日本一に最初にいた、そしてそれから何年かしたらですね、この辺にいつの間にかセミナーというのを始めました。それまでは釣り教室って言ったんですよ、ヘラブナのですね、浮きを作る教室、クジャクの羽をね、着て、この針の、結び方をやる教室、糸の縛り方をやる教室、いろんな教室がございまして、その中でですね、さあ、皆さん、こんにちはってやってたのが俺一人でございます、こういうセミナーという形を取り始めたのは、1984年、5年、その頃でした。その頃からですね、やっておりまして、そのうち今度はキャスティングデモンストレーションという、皆さんにキャスティングを教える、軽く今40メーターほど飛ばしました。この上の会場50メーターです。いつもやってたところが小さくてですね、でかくしようよって空いてんじゃんスペースということで大きくしていただきました。今日はね、まだあのこのぐらいの人数ではございます。明日はこれ両サイド満タンになります。明日も来たいという方がいましたらですね、すいません、30分前に来てください。マジでそれぐらいじゃないとなかなか見れない。僕はこうやってずっと常に皆さんの前に歩いて出向きます。そして、サボの持ち方、投げ方、すべてやっていきます。今まで様々な芸能人の方たちに、キャスティングを教えてきました。生まれた初めて釣りをやるという女の子です、よくあるのがスピーキングを使うとよく人がポーンと出てしまったとか、友達に連れてくるなんでさっき教えたじゃん、いや、あなたの教え方がまずい、釣り宮さん、今日は釣り宮さんも来ております。導入者でございます、釣り屋さんがどうやって初心者に釣りを教えるの？ヘラブナ釣り屋なんかだったらこうやってトントンとしてピーってきてこう、それでなんとかなります、このリールのついた釣り、
になりますと、これバッククラッシュとかいろんな問題が出てまいります。ね、今日さんはベイトが2本、スピニングが2本持ってきております。なぜかというとですね、これ今下コンクリートなんですね。下投げて芝姫のところが傷つくんですよ。そうするとピッツーンって切れてどこに飛べるか分かんない状態になってしまいますので、時々芝居直しをします。それから、今からこうやって投げますと、投げて巻いてくるときにコロ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 回ってくるんですよ。そうすると糸がくるくるになってよれてしまいます。だから時々そういう風になったときに、糸の芝居をチェンジしていただくと、ね、状態になります。そのために何本か持ってきております。まだずっと中の方は空いておりますよ。僕はこうしてずっと皆さんの前まで全部行きながら一人一人に分かるように説明していきます、今、ここにありますのベイトリールと言われるやつですね、両軸リールと、言われるやつです。まあ、ここにはバックラッシュというものは付き物、今のメディアでも優れておりますよ。なかなか知らん、僕らが最初に使い始めた時のリールだっていうのはもうするべきものね。今から30年40年50年前のリールだって言ったらこんな性能良くないですからね。ね、エンジンブレーキの前なんてエアーブレーキっていうのがあるんですよ。エアーブレーキ、今日あそこに超久しぶりなペンっていうかリールがね出てる、ペンリールジャパンっていうのがありましてね、あのリールうち内店やってたんですよ、ね、ですからかなり古いです。多分あそこにいる人たち誰も知らないと思うんですよ。お宅にエアブレーキっていうリールあったのか聞いてみてください。多分よっぽど年寄りじゃないと分かんない。俺年寄りか、ね、そんなコーナーではございますけど、基本的にエアブレーキ、昔スクイダーっていうのを使ってね、一応のスクイダー、それがエアブレーキとスプリンコースカニみたいなのがいっぱいついてる。だからエアがそんなんでエアでブレーキがかかるわけねえじゃんっていう、そういう世界がそこからの理由になってますね。はい、さてそろそろこれちょっと危ないので芝居直しをしていきます。さあ今度はスピニングです。まあ、毎回同じことを言うんですが、スピニングリール、これ持ち方は必ず2フィンガーグリップと言いまして、2本の指で持ってるんです。これだけは絶対忘れない。1本の指ではなく2本の指で持ちます。3本の指ではなく2本の指です。僕らが釣り竿のこういうグリップこのシートですね、それからリールです。これインストラクターとかプロとか言われる人たちいますが、第一人としてリールのデザインはできないんですよ。できませんね。僕らは作るのです。それをプロの人たちに使ってもいいよって渡すものです、ね。これは3本の指でも2本の指、ね、1本の指、これ2本の指で作られているんです。こういうふうにこれ、ね、3本の指で持って糸を拾おうとするとですね、糸に傷がつくんです。このラインローラーと言われるところで6本をそれこう持った3本の指で持った時にこれを上げようとするとカチンカチンって引っかかるんですよ。引っかかる、つまりそこが常にプツンプツンプツンってこうなりますから、次投げるとしばらくこの辺に傷がついてます。クープツン途中から切れに飛んでいくんです。だから3本の指では持たないでください。いつも3本の指で持ってる方、これを持つときには自分から糸を拾いながらこう持ってこないと。ここで糸を拾う、3本の指で拾おうとするとこれ返すときなんですね。この角に糸が当たるんですよ。リールってそうやってできてるんです。できてるんです。いや、何々プロはそう思ってる。いっぱいいます、そういう方。だって俺教えてないもん、その人たち。俺が教えてたら絶対にそんなことするなって言うんですよ。だからこれは3本の指で持ってはいけないリールなんです。
3本の指では持っていけない理由なんです。だからラインローラーに傷がついて、ここで持って切れた時に魚がちょっと、ああこんなところで切れた、この糸弱い、違う、あんたが悪い、あんたが悪いとこを持ってたからそうなる。これは1本の指では持っていきません。なんでこの後ぐしゃっと出たりなんかする。よくいますね、 YouTuber と言われる人がいませんか、この辺の YouTuber。 俺が YouTuber じゃないよ、俺だって YouTube によって金もらってないから。この人のみんな持ってるの少しね、はい、これね、1本の指で持つとバサッと出ることがある。それとか誰か友達を連れてきましたね、彼女連れてった、奥さん連れてった、子供連れてったね、やる、しばらく投げるんだと、えいって投げてます。しばらくするとねえって言われて、見に行くとこの辺がめちゃめちゃあったんです。よくありませんか、そういうのね。でちょっとしょうがねえな、ひどい人なんですよ。このスプーンの中に糸が入ってる、なんでもっとしてくれんだよね。そのたんびにスプーン全部外してごちゃごちゃになったの糸出して、そこもごちゃごちゃになってるから全部糸切って直してあげてまた渡す。そうするとものの5分10分しない間にまた同じことが起こってる。なんで起こるの、みんながちゃんと教えてないから。一番大事なのは一番最初、必ずこの2本の指で持ちます。2本の指で持って巻いてきます。糸拾います、返します、離すと投げるときに投げたらピンと止めます。単純にこれだけ、これだけやっていただければトラブルは起こらない、ね、でも YouTuber はなぜ起こる、知らないから、俺教えてないし、ね、糸拾う、返す、投げる、止める、糸がピンと張ってる、これを 1,2,3 と戻す。トラブル起こるんだ、起こるわけがない。どうやったらぐじゃぐじゃになるのね、そのやり方をやってないからね。キャスティングなんて力がなくたって、今これついてるの 7g のものが軽く振っただけであんな飛ぶんですよ。これなんかピュンとか投げてる、投げてないでしょ、軽く振っただけでしょ、ね、この時ここピンと止めてると、このここの糸がね、まっすぐなのね。これまっすぐじゃないとどうなの、これ糸は外してるでしょ、そうすると風が吹くじゃん、糸がこうたるむじゃん、そこで巻こうとするじゃん、そうすると糸がこの辺エビっていうんだけどね、ちょこっとこう糸が出っ張ってるんで、次投げるとボワサッと出る。当たり前じゃん、なんで釣り屋にそれを教わんなかった。ここにいるのは釣り屋の親父だよ、ね、今ここに今水の抵抗がないからこうやって押さえて巻いてるけど、本来は水の抵抗があればこんなことしなくても、でも今ここはコンクリートの上で、ね、しかも自分から寄ってったりなんかするから抵抗がなくなるんだ、ね、だから今は仕方なくこういうふうに巻いてます。いいですか、必ず3本の指じゃなく2本の指で持つ。これさえ忘れないでいただければライントラブルはほぼありませんね。いやもう下手っぴーな YouTuber の人たちがね、あの家はバックラッシュする、いや君は何使ってもバックラッシュするね、2本の指で持って巻いてくる、この辺でいいところで止める、いいところで止める、拾うのにラインローラーが今下にいる、ラインローラーが下にいる、ハンドルで回そうとする、いやいやいや、ハンドルで回そうとしないのよ、今ここにいる、ハンドルで回そうとしないで上に巻いてくる、この辺でいいなと止めたら左手をここに添える、上に上げる、拾う、上に上げる、拾う、なるし、ね、
必ずこの辺ここにある自分から拾いに行かない、手離すからいけない、手を離さないで上に上げて拾う、巻いてくる、止める、ここにある、これに上げて止める、返す、たったこれだけの、これだけを僕はいつも初めて釣りをやる人たちに教えます。これを上に上げて、ここ一番いい、ここ拾えない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 、ここ拾えるでしょ、たったこれだけの、巻いてくる、この辺でいい役になってる、ハンドルとこうやらない、手離す、上げる、拾う、返す、巻いてくる、止めた、ここにある、上に上げる、拾う、返す、止める、指出して止めるというのがあるので、いいですか、全員に回りますからね、大丈夫です、待っててください、ね、はい、今この位置だったらこれ拾える、でもこの位置拾えないんで、拾いに行っちゃダメだ、ね、日本の指で上に上げて拾う、ここ以外の位置で拾わない、巻いてくる、止める、上に、僕は下見てなくて、ここにこう触ると、ここにラインロールがあるのに見える、ピッピッピッ、これだけで止める、いいですか、巻いてきて止める、ここ見ちゃダメだよ、こっちだよ、ここを上に上げて拾って返す、投げたらピッて止めるね、これだけだったらお家でできるでしょう、これをどこでやるの、釣り場でやらないの、え、釣り場でやらないの、釣り場でやったらみんな投げちゃうでしょ、釣り場に行ったら投げちゃうでしょ、だからこれは家でやる、巻いてきて止める、上に投げて拾って返し、ね、投げたら釣りしちゃって、釣りしちゃうやろ、そっちに集中するでしょ、できるわけないの、釣り場じゃ、ね、これやっていいのは家の中だけ、ね、ま、投げないのよ、だから家の中では、家の中で投げると蛍光灯を壊すから、ね、巻いてきて止める、この辺でいいなと思ったところで、このラインボールは上に上げて拾って返して、たったこれだけの、巻いてくる、ね、これを今この状態上に上げて拾う、これで投げました、ね、で巻いてきます、この辺でいいなぁ、よしこの辺か、お、よし上に上げて取ってやって投げたら取れる、うん、指が出てきたでしょ、いいですか、たったこれだけの、これだけ、釣り屋さんはこれから釣りを始めようという人にこれだけ教えてください、投げ方なんか教えなくていいから、基本は巻いてきたらここに止める、これ上に上げる、拾う、返す、止める、これね、ブレーキングっていうのよ、投げた時指、僕の指先だけふーピッて止めれば自分の落としたいところに落ちる、終わったらこれを1、2の3で返す、いい、みんながこう投げる、指出てない、糸が切れてる、ここで手で返す、そうすると糸ビタビタになってる、だから次投げたらボソッと出るの、それは普通のことね、必ずこれピンと張ってないと、今本当にさっき言ったように、釣り場じゃないって水の上じゃないんで抵抗がないんで、ね、必ず巻いてきたらこれを上に上げて、ここで拾って返して、これブレーキング、指を出して止める、そうするときれいに止まってるから、これなんかすごい難しいことしてる、してないでしょ、ね、かっこいいだけ、あ、違うか、失礼しました、ね、指で止めればいいだけのことなの、これを覚えたらすごい面白くてしょうがないよ、だって自分の思ったところに落とすことができる、ね、あーっ
ってそんなものに左で出さなくていいの。ね、あのキャスティングってね、まっすぐ乗ってまっすぐ歩いてまっすぐ振るとまっすぐにしか飛ばないの。右行ったり左行ったりしないの。え、私が投げると右行ったりする。それはこうやって投げてる。俺はこの状態から後ろに振って前に。もっと言っちゃうとね、釣り竿って反発力で投げるんで本当は後ろに振る、ね、後ろに振るとさ、竿曲がるじゃん。後ろに止めただけで戻ってくるじゃん。これ前には振らないよ。後ろに振る、後ろに振る、前に振ってないよって離す。ほら飛ぶじゃん今。1ミリタイプと、いや1ミリはやってると思う。え、自分の力で向こうには投げてないの。でも飛ぶのよ。え、俺がずっと皆さんの前に行ってるでしょ。え、後ろに振る、後ろに振る。え、このロッドの反発力を使って離す。平面をとっくに迎えてる。え、島の岩は新しい若手がいっぱいいるの。なんで俺より飛ばない、なんで俺より飛ばない。投げ方が違う。だって俺より腕力がある人が俺の投げ方を覚えたらもっと飛ぶじゃん。誰も教えてって言ってない。教えてやる。ね、いつでも積むことができるの、ね、マジでロットの反発力っていうのを、やっていただける、ね、力がなくても軽く振っただけ後ろに後ろに離す。これ、ついでに 7g のゴムだよ。消しゴムみたいな。ね、ここ幅 50m ぐらいだ。今 40m ぐらいだ。でしょ、俺がギュッて投げたらどうなるか分かるでしょ。ね、だから先ほど一番最初に言ったように、あのコンクリートの上でやってるので、どうしても傷がついて次すぐ切れちゃう。でどのぐらいの力で切れるのかっていうのがあるんですね。どのぐらいで切れちゃう。だから時々芝居倒します。